はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も、パトドルブレイクアウトやっていこうと思います。ルルルルルルルはい、ということでですね、えここ数日間はね、えー、ちょっとライブのねえ、切り抜き動画を投稿してしまい、誠、ま、に申し訳ございませんでした。僕はねえ、ライブの切り抜き動画は作らないというふうにね、えー、公言していたんですがあまりにもね、 いい、えー、ライブがね、できたので、ちょっとみんなにね、届けたいと思って動画化しました。はい。ってことで、えー、今回からね、えー、またいつも通り動画を撮影して、えー、動画作っていこうと思います。で、今回、まあ、復活をね、記念した第1弾ということで、もうね、目の前に見えてると思うんですが、こちらのですね、ゴールデンディーグルを使って、敵を今日ね、プチッ、ご受録していこうと思います。はい。リスナーの方からですね、 えー、拳銃を使ってキル取ってほしいですっていうね、えー、リクエストが来たので、まあ、今回やっていこうと思ったんですが、そういうリクエストはね、この全ロス実況者じゃなくて、もっと上手いプレイヤーにですね、リクエストした方が映えるんですよ。まあでも今回ね、えーまあ、このメンタルブレイクアウトのネタ枠と呼ばれている僕が、えー、ネタ吹きでしっかり結果を残そうと思っている。はいえー、今回ね、えー、こんな感じで作ってきたんですけど、えー、タクティカルパーツの部分に、えー、ライトを、ね、くっつけてます。 えー、基本セタス垂直悪魔の数字666、えー、水平が35エルゴノミクスが84精度が30腰打ち安定度58の、えー、有効射程が81重厚所速470の重量が 2.26kg 意外とですね、えー、このね、えー、ゴールデンディーグル重量あるんですよこの見た目で2キロありますからね まあ、ダンベルをね、握ったことある人だったらわかると思うんですけど、女子の手の方がね、握りたいですよね。ってことで、えー、今回ね、こちらの、えー、ゴールデンズイーグルを使って敵をね、プチ、ご6していこうと思います。やッツゴーはい、ということでですね、えー、早速ね、射撃場の方にやってきました。これ見てください、この見た目。え、かっこよすぎないこれ、本当に。このかっこよさだけでさ、使う価値あるよな。で、待ってこれ。ドットがさ、黄色い。 え、これはさ、もともと黄色なのかいや、マジでいかつ。これ、かっこよすぎるわ。やばい。惚れちゃいそう。やばいめちゃめちゃかっこいいじゃん。で、結構さ、まあ、キル速、まあ、やっぱかかるんだけど、まあ、顔面さ、しばけば、やれますんで、えー、ちょっと顔面狙いでね、えー、しばき散らかしていきたいかなと思います。はい。まあ、移動してる時に対しても、あら、弾切れだ。これ、8発しかね、撃てないので、まあ、ちょっとそこだけがね、まあ、あれなんですけど、まあ、こんな感じで。 いや、マジでこれいいな。これディーブでほんとありかもしんない。音がさ、良すぎる、これ、マジで。いや、気持ち良すぎ、これ。これは最高だぜ、ベイベーはい、ということでですね、えー、秒速5センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。深海誠パワー注入ということで、えー、まあ、深海誠先生のね、えー、最新作気になるところなんですが、もっとね、気になることがありまして、なんと、 ガンダムシードフリーダム特別版がね、9月の20日から第1弾公開されるらしいですよ、皆さん。なんと500カット以上ね、マシマシで、なんか新しいさ、まあ新しいというか、まあなんか付け加えられたものが上映されるらしくて、めちゃめちゃ見に行きたいんですよね。えー、とりあえずまずはあの鎮痛剤からね、えー、パクついていきたいと思います。えー、今回ね、 農場の通常区の方に来てるんですけど、えマジ今のかっこよすぎないはなんだ今のちょ待ってくれ。もう一回見たい。ちょ待って待って待って。え、一回ナイフに持ち替えてさ、で、これで、ゼーグルに持ち替えたら、くるくるくるとか言って、これやばすぎでしょほんとに。ちょっと待ってくれよこれ。めちゃめちゃかっこいいじゃねえかこれ。 いや、ちょっと皆さん、あの、ズイーグルね、絶対使ってほしい。で、このレッドドットもさ、黄色くなってんのさ、やばすぎないこれ。これ絶対ゴールデンズイーグルのさ、特別仕様だろう。これもともとさ、ドット黄色いわけじゃないよな、これ。多分赤だと思うんですけどね。これ、ズイーグル仕様になっちゃってるね。ちょっと液をしばきに行きましょうか。まずは、裏から、裏からね、えー、ちょっと行きたいと思うんですけど、待って待って、はぁはぁははは。 お前はスカちゃんだ。ちょっと待って。もうスカちゃんからまずさ、ばかせてもらおっか。はいはいはい。はいはいはい。待って待って待って。腰打ちお祈りゲーミングはさすがに腰打ちお祈りすぎた。えー、ちょっとマガジンリロードしといて。ちょっとね、一回これ詰めましょうか。これ玉結構高いんだよ、実は。これ一発さ、800円ぐらいするんですよね。まあ、だから、今の8発撃っただけで、 えー、葉っぱ64の6400円案件。これマジでまずい。あの、無駄にしてる場合じゃねえからな、ほんとに。あんまあ、調子乗ってね、打ちまくるのはやめましょう。ちょっとマジで、えー、今回ね、えー、人をしばくことが、まあメインですから、まあちょっと頑張ってね、えー、人しばきにやってきたんですけど、ちょっとさすがに風作はね、怖すぎたので、えー、今回通常区の方にね、やってきてますと。うーん、じゃあまあとりあえず、漁りましょうか。まずは、 通常区でもね、あさってりゃ稼げるのがこのさ、まあ、インフィニットですから、まあ、しっかりとね、えー、インフィニティ、まあ、感じながらやっていきたいと思います。まあ、無限大っつってな。もう箱を開ければ可能性は無限大だから本当に。まあ、極秘文書が出る可能性っていうのもね、なきにしもだから本当。開けないと結局始まんないんだよね。このメンタルブレイクアウトは。まあ、箱を開けるところからね、始めていきましょうよ。 さあ、えー、もうしっかりと一般ツールボックス、アサリ散らかして、さあ来るぞほらね、肥料がやってきた。くっさいやでもこの臭い肥料がまた効くんだこれだから肥料はやめられねえんだまあ、とりあえずま、この辺漁ったので行きましょうか。そこ空いてないのなんでそこ空いてないの謎すぎるな。あれ、こっちの脇なかったんかよくわかりませんが、なんか空いてませんね、これね。開けてもいいですか答えは聞いてない。開けましょう。 さあ、空中10日コンテナから何が出るうえ、マジ !GS2 来たはあ、おい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 。始まってるぞ、これ、本当に。おい、待ってくれやっぱ、通常区いいないやー、開けてこんなにいいものが出てきたときさ、マジで感動するじゃん。GS2 さ、6万円ぐらいするぞ。これは、バックドですね。やってきた甲斐があったわ。 でめちゃめちゃなんか音質クリアーになったしな。やっぱヘッドセットって大事。ほんとにヘッドセットね、M32 とかでね、怠ってきたやつが、縛かれるから、いいヘッドセットつけてこないとさ、ダメだぞほんと。そこだけは僕と約束してくれ。必ずね、いいヘッドセットをつけて、レイドすると。もうヘッドセットケチったやつからさ、もう縛かれるからなほんとに。なんか出ねえかなほんとに美味しい玉。あ、来た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 。おやままままじはえ ちょ待ってこれさ一発1000円ぐらいするんだけどこれだけでも27000円気持ちよすぎる本当に動画をね撮影し始めるとなんか急に引きが悪くなるんだけど今日はいいなでここ空いてんの怖すぎなマジか空いてるわなんであっちの方開けなかったんだろうかまよ、あ、う分からんここで湧いたんかなここ空きもまああるっちゃあるからないやーこれマジでさしばかれたくねえ本当にあにもう逃げていいっすか帰りてえこれ本当 ちょ、もうやですよ。誰ディーグルでさ、キルしてくださいって言った人。俺に頼むことじゃないでしょ、ほんとに。さあ、ここでヘッショかましていく。これがディーグル使いよ。雨んじゃねえぞ。さあ、ここも空いてんな。いやー、これどこいるだろうな。9社とかいるかな。怖くなってきたわ。ちょっとなんか静かすぎんのがさ、これまた怖いんだよね、ほんとにね。ちょ、一発が大事だから、ここね、マガジンしっかりとリロードしてあげて。 で、こっちにさ、一発分ね、詰めておきましょうか。さあ、行きますよ。いや、まじで、いちいちかっこいいわ、このディーグル。やばい、ほんとに。これは恋する乙女が増えるのもわかるわ。これ、モテたいんだったらディーグル使った方がいいな、これ、まじで。あ、いるかあ、いるな、これ。ちょ、待ってくれ。いるわ。マジか。いやー、ちょっと待ってくれ。いっぱいいる。これやばいわこれ。めーちゃんこいますよ。 通常区だからってなめんじゃねえぞ。ほんと。リーグル一丁でさ、縛けるほどね、甘くはないぜ。あー、やばい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 。めちゃめちゃいる。これやべえな、ほんとに。あ、2枚いるわ。これやばすぎやんけん。ちょっと待って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 。いっぱいいるー。これはよくない。そこ開いてんのか開けたんか、わざわざ。通常区の底を。まあ、よくわかりませんが。 これ、いること確定しちゃってるわ。うん、やばい。相手はね、ヘッドセット、そんなになんか、良くなさそう。僕のことには気づいてなさそうっすね、これね。ちょしっかりとこれ、伏せ散らかせば、なんとかなるか。大丈夫かよ、これ。おい,おいおい、頭出してくれよ、そこから。ちょっと頼むから。無理かい。いっぱいいるわ、これ。俺の足音聞こえてないか、もしかして。聞こえてなさそうかな。なんかよくわかんないけど。大丈夫っぽい。 なんか脅威は去った。いや、これ正面からさ、行けないでしょ、さすがに。さすがに怖すぎるので、まあ、スニーコかまして、後ろからちょっとで、えー、丁寧にやっていきたいところではある。どこ行った足音消えた。ちょ、待ってくれ、待ってくれ。そっちの方か。は怖怖ホラーゲームですって、本当に。ちょっと待ってくださいって。 えさっきまでなってた足音全部消えたんだけど怖すぎない早すぎない移動ちょマジかよいないいやー3人パーティーだった気がするんだよねちょっと良くないっすよね3人はねさすがにディーグルでね相手3人無理でしょちょっとそれは1対1だったらな行ってやってもよかったけれどもさすがに怖すぎるわちょまあどうせさあれモーテル行ったんだろう あ、なんか言ってんな。そっちか。左から銃声。あ、待って待って待って。いるわ、いるわ、はいはいはい。今いたいたいた。待って待って待って。待ばいや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 ばい。やばいやばいやばい。お前やばいやばいやばい。お前やばい。お前やばいぞ、マジで。やばいやばい。やばいやばいやばい。やばいあ、やったか。やったわ。あ、ぶね。あ、っと多分さ、インポスターいや、わかんないけどなんかそんな感じする。あ、ぶね。なんかとりあえず、一枚やったんですけど、あいつは果たして、 えー、人関係なのか分かりません。いや、これ、通常区だからさ、インポスターが湧いてくるんだよな。で、めちゃめちゃかっこいいわ、相変わらず。ちょ、マガズインリロードタイムかましてやって。あ、なん、待って。後ろいるな。あ、いた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 。あいつたださ、普通にさ、インポスターじゃないね。あれスカちゃんかなスカちゃんくせえ、あれは。さすがに。詰めよっか。ここ詰めますサイハイ。やっぱりか。あー、それはスカちゃんだわ。 とりあえずスカちゃんしばいておいていやじゃあやっぱりさっきのねインポスターくさいっすねえーとりあえずマガジンリロータイム挟んでやってえで ASMR ちょっとこっちからやっていきましょうかまぁ今回呼びマがさ4つ持ってきたんだけどまあこんなに持ってくる必要はなかったかもしんないでもとりあえず全て満タンにしておく最高か僕がしばいたのはこいつでしょうこれ人じゃないこれあ待って待って待って あ音ショト入ってる。これ誰だよちょ、待てよ。来てるかはははは。いるな。やばいやばいやばい。ははは。やばいやばい。なんだお前。お前なんだお前。ほんとに。あれ、インポスターだな。あいつは。やつはインポスターなので。やばいやばいやばい。はは。やばい。行った。ちょ、待てよ。お前もインポスターじゃねえか。ああ、いたないたな。はい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 。お前さん。 見えてるぞなんか腕がやったかワンチャンやったかもしんないここ詰めまーすはいしかもマガーンリロータイムしてえそ、ー、っ詰めちゃうんでアメンじゃねーぞゴールデンディーグルおいおいああやってんわめちゃめちゃエ m ムあーあこいつはインポスターですねはい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 ブチ56完了ちょ待って待って待っているか来るか来るかおいこれ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 